ドイツ語でパップストスポットビルダー、またはパップストスポットビルダーと呼ばれる、1545年にルーカス・クラナフハによって制作された規範画シリーズの一つ。英語ではディピクションズ・オブ・ザ・ペーパーシーと呼ばれる。タイトル、教皇の足にキスする。ドイツの農民が教皇パウロ3世に越見する様子が描かれている。作品中に書かれている文章は、 禁止令で私たちを怖がらせたり、怒ったりしないでください。さもなければ、私たちは反旗を翻して戦います。トイレのユーモアは、糞便や死行、誇張、王とその他のスカトロジーに関する、下ネタの一種である。陰形のユーモアなどの性的ユーモアと同一視されることもある。トイレのユーモアは、幅広い年齢層で人気があるが、その中でも特に小中学生に人気がある。 小中学生にとって排泄物に関するタブーはまだ目新しいものであり、こうしたタブーへの拒否から発生した。近代的文化の一部となっており、例えばジェフリー・チョー,サーのカンタベリー物語にもトイレのユーモアが描かれている。トイレのユーモアは特に男児向けの楽曲や同様にも見られる。例えばモーツァルトはいとこにトイレのユーモアに関する手紙を送ったことで知られており、 ドイツの民謡アーカイブに登録されているドイツ男児向けフォークソングザレゴトの歌などにも見られるトイレでのリハント事故に関する最も人気のある書籍の一つとしてシッティングプリティと再販版のハウツーシットアラウンドザワールドなどがあるありがとうございます